ウェアーみんな前回の続きですね。前回はエンディング3。これ3つあるんだったかな確かなあと2つ回収したいと思います。また戻ってきましたよ。やっていきましょうか。えーっと、前回は教会に戻るをやったんだよな。で、バラを積むと。これ選択してみようか。 バを積んでしまいましょう。礼拝に舞う間に合うようにと、神父様に頼まれたのだもの。この暗さに目も少し慣れてきたし。うん、きっと大丈夫。この鍵は神父様じゃないと開けられないわ。それに勝手に外に出てはいけないのよ。おらしいな。バってどこにあるんだ あったわ綺麗なパラ。確かハサミは、ハサミえあれじゃ今探してんのかない。ポケットをまさぐる音なのかどうしよう、ハサミがないと摘み取れないわ。もう、掴み取って引っこ抜けばいいんじゃないなんか、マンドラゴラみたいな。 ハサミを探なないといけないとけのか、これまたテディーベアだな。この先のさ、お石が気になるんだよな。なんか一つだけなんか異様にでかい飾られた墓があったのよ。なんかバラに囲まれたような。違うにはいけないのか。ああ、いけないらしいな。これもバラだよな。このままじゃダメ。ハサミがないと摘み取れないわ。 ハサミか。どっかに都合よく置いて落ちてたりしないがな。ここに石碑なんてあったのかしら。誰かが一億枚瓦制限にしてぶっ壊したんでしょうね、ここね。ハサミはどこにあるんでしょうか、と。おぉ何これ一つだけ、なんか寂しい墓があるけども。古びた墓と花束屋がある。 暗くて刻まれた文字までは読めない。ランプ探しに行かないといけないよね、確かな。うわっはっ気のせいよね。いや、気のせいじゃない。この野郎、ぶっ壊せ、このベンチ。私のヒップドロップしてあげるわ。これだよな、ランプ。ランプのジーニーと冒険に出かけようぜ。これで、 一つだけ怪しいんだよな、これ。ベータ。長生きしてんな、ベータ。結構。82歳。ベルタだったわ <laughs> <laughs> え。えへ。シュパーテン。バラの積み方やお花のことを教えてくれたおばあさんと同じ名前。偶然よね。花束の隣に花切りハサミがある。これだ 忘れ物かしら、うん、少しだけお借りしましょう。花切りはさみを手に入れたら。間違ってね、自分の花を切らないでくださいね。Oh なおのえ待て待て待て。イカが動いてるような予感がしますね。いや。 わあ、こいつ、目がないくせに本なんて持ってる。どうせ文字なんて読めないくせに。ん、目目がない目が悪いくせあ。えっと、何々そして、お姫様は、王子様と一緒に幸せに暮らしましたとさ。だってさ、こんな小さい子供が読むような絵本読んでんのかよ。 返してちょっとこっちに来ないでよ変な色が映るじゃない。ババが言ってたわ。あんたは呪われた四角四角だって。だから変な色してるんだって。違う。私は、近くにいると呪われるかもしれないわ。じゃ、何し、なんでわざわざからかいにき、ち、お前、お前らから近づいてきてんだろうが。な本当は、なんか、 本当は仲良くなりてんだろう、お前ら。はあ、話すきっかけはないから、いじるしか、ことしかできねえんだろうが。おわーい、こっちに来るてあっちに行けよ。境界から手で来るねこの、四角四角め、ね、な、何投げてんのこれ。石、石石投げてんのこれ。ならこっちは、ゴリラのうんこ投げるかないつもいつも。 摘み取られるのは私ばかり。それだけバラんなように美しいってことでしょうね。うん。どうですか今の紳士の太陽。折れたんじゃないのえー、こういうこと言ってる人はね、あの、嫌われます。今のは何、何私の自分の記憶だったりするのかなこれで、 積み取れるる美しく咲く咲がある使うでしょ摘み取るでしょ色とか関係あんのかな紫のバラを手に入れた紫のバラの花言葉は気品や尊敬だったかしら大切な方に感謝や聞こえて送ると喜ばれそうねなるほどね全部摘み取るのかな赤いバラもやっちゃおう,うかい 赤いバラを手に入れた。赤いバラの花言葉は愛情や情熱だったかしら情熱大陸。ね今、猿たちがほふ前進してたんでね、注意してやりましたよ。この色は、ベルタさんもお気に入り、喜んでくださるといいのだけれど、そういえばこの庭園には珍しい色のバラが多いけれど、 黒いバラだけは見たことない。どんな花言葉なのかしら。黒いバラ牧中に浸したバラなのか青いバラだ。青い花って、青いバラとかチューリップとかってさ、なんかね、すごい発明だみたいな言われてなかったっけ美しく咲くバラがある。見とろう。 青いバラを手に入れた。青いバラ、青いバラの花言葉は奇跡。神の祝福。喝采だったかしら。青自体がなんか、青の花自体がなんか奇跡みたいな感じだからなのかな。奇跡。いつか物語のお姫様と王子様のように幸せになれたら素敵ね。王子様ね。こんなホラーゲームに出てくるんですかね。 白いバラかこれは。白のバラを手に入れた。白のバラの花言葉は清純。約束を守る。相思相愛だったかしら約束を守ることは大切ね。神父様に頼まれた仕事ですもの。最後まで頑張らないと。これだけバラがあれば、礼拝には十分かしら。教会に戻って神父様に報告しましょう。 崩壊だから上かな鍵がかかってる。どうしてこの鍵ってどっから取ったんだっけあ、そうだ、テディービアの中だったの、確かな。これだ、なんか鉢下げたね。ビリビリしすぎじゃないそれ。小さな鍵を手に入れた。白い宇宙な、みたいな。小さな恋の歌ですね。全然関係ないね。 小さな鍵を使うといつもの教会の扉なのだわかない神父様鍵をかけてるのかしら神父様私です祈りですただいま戻りましたん どうして返事がないの何かあったのかしら多分今、バンブーダンスして忙しいんじゃないかなそれだけディアナ、あの子と同じ名前。ミシェルと一緒に笑いながら、でも私に石を投げつけてくる、あの子と同じ。ああ、いじめっ子か。 ミシェル、私にいつも石を投げつけてくる、あの子と同じ名前。ここまで名前が被ってくると偶然とは思えないよな。来たるべき時に扉は開く。今開けや。来たるべき時っていつだ満月の日とか言わねえよな。それまで待たないといけないのか、俺は。絶対に無理です。ランプの日が、 言えないといいのだけど、言えるんじゃないのこれ。今日全部調べとくか。念のためな。やっぱりおかしいのだわ。97年って今年だもの。全部97年なの。97年に何かあったってことだよ、これ。やっぱりこれ。見てこれ。左下のこれ。怪しいでしょ。怪しくて怪しくてたまんないのよ。 調べ尽くしたと思うんだけどな。他になんかあんのかなああ、いつ、なんかいる。あなたはくじだ、鳥肌が立った。はい。このところ、流行り病や怪我がずっと続いてるわよね。おいおい、待てよ。これも全部、この女の子になすりつけんじゃねえぞ、お前。今までこの村でこんなことなかったのに、やばいやばい。あの噂。 実は本当なんじゃないかしら。まずいまずい。そんな、まさか。やばいぞ。なすりつけ、なすりつけ合戦が始まる。だって、神父様があれを拾ってきたからじゃないこの村に不吉なことが起こるようになったのは、言われてみれば確かに。もし本当なら、放っておいたら、これからどんどん人が死ぬかもしれないわよ。 てか、ほとんど今年97年で、宝石が。これはどういうことなんだどうしましょう。こうなったらもう、やるしかないんじゃないかしら。何をやるんだおい、何を企んでる何をもくろんでいるでも、村のためにやるんだもの。きっと神は許してくださるはずだわ。何かのためって言えば、ね何でも許してくれると勘違いしてるやつだな。あれ何も言わなくなった。 あ、いた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 なんか開いたぞおやモルモットあモルモットじゃないモルガットさん礼拝の時間には少し早いですよ今あの子が礼拝のためにバラをバラを準備してくださっているのですどうぞ楽しみにしていてください神父様今日我々が来たのは礼拝のためではないのですよ我々 なんか一い,い足音が聞こえるな。アイネケンさんに、ライナルトさん、ロルフさんまで、一体どうしたんですか今日はね、四角四角を狩りに来たんですよ。四角四角とぼけないでほしいね、妊ンプさん。妖怪には一人いるじゃないか。氷ような肌に、真っ赤な瞳をした。 恐ろしい四覚四覚が。まさかおっと、神父様といえど邪魔はさせませんよ。そもそもあなたが悪いんですよ。神父でありながら教会に四覚四覚をかくまうなんて。あの子はただの優しい女の子だ。いよりのね、ごく普通の。あなたたちもよくわかってるはずだ。私たちもわかっているぜ。 でもあの娘が来てからこの村には不幸が続いている。妻や子供たちも皆怖がっているのですよ。これも全部四角四角の呪いなんじゃないかって。それじゃ、まさか。目をわずらっている上に、機械な見た目の皆死ごだ。 死をにかけて育てていたところで役にも立つまい。それならいっそ四角死角として死んでくれたなら、みんなの不安もなくなって、よっぽど村のためになる。なんかよくあるよね、村でなんか生贄にえみたいな。そんな感じなのかね。思い込みでね、勝手にそうなってんじゃないの。木から、病は木からっていうもんな。なんと、なんと恐ろしいことを。そんなこと。 主がお許しになるはずがない。逃げなさい祈りあ、僕うか、あの時、逃げなさい祈りって言ってたのは、こういうことなんか。え、じゃあ、神父さんめっちゃいい人じゃん。俺、前回のさ、最後でさ、なんか、めちゃくちゃ、神父の悪口言って、両耳になんかバラぶっ刺してやるとか言って、ねえ、ういういこと言ってるよね、ほんとね。 誰かいるな。誰かいるぞ。こんな端に隠れられたら、ちょっと、そんな、ちゃんと周り行かないといけないじゃん、これ。ちゃんと周りまで行かないと、シスターみたいな人がいる。いいよ、皆の衆、この娘こそが、神父を欺き、神に背いた異端の資角資角である。異端を崇拝する悪魔め 教会に住み着くとは恐ろしい。私は前から怪しいと思ってたんだ。嘘つくな。きっと神父様も呪われてしまったのよ。だから足を滑らせて、井戸から落ちてしまったのだわ。はいや、絶対違うだろう。そのなんか狩りに来たとか言ってた、変な、変な軍団にやられたんじゃないの恐ろしい。恐ろしい。 俺からすれば恐ろしいのお前らだけどね。そう思うでしょこのままにしておけばもっと死人が出るぞ。さあ早く資角資角には断罪。てっついを下さねば。豪華をここに、今こそ断罪を嘘でしょ生きたまま丸焼きにしたってこと 断罪よ弾薬よ四角四角をほふるほか、この村に平穏はない。なんか、なんか淀んできたな、空気が。空気が淀んできたぞ。まずいな。これで行けるようになったんじゃないか。なんか知らんけど。明らかに空気が違うしょ。で一応見てみるけど、 だかこの先には行きたくないどうした祈りペンシ何も思い出したくないっあっ開いたぞおい行ってみるぞ行くよみんな俺が気になってたこのお墓おいやめろよお前の名前ないよな黒いバラに抱かれる墓に錆びついた 花切りバサ、あ、嘘だろ。え絶対この子じゃ刻まれている名前は、祈り。ああ、どうして忘れていたのかしら。私は、もうずっと前に、 死んでしまったのだわうやっぱりね俺が言った通りの結果になりましたねはい、あ、前回もうねあの教会の扉のところでも んってなってたもんね、俺。なんだ、あの墓はって。バラに囲まれたでっかい硫黄の墓。もしかして、祈りの名前があるんじゃないかみたいな。もうその時点でもう怖かったもんね。いやいやいや、本当に来ちゃった。未来落ちしちゃった。私が、ノストラダムス大統領です。<laughs> やばいやべ、俺呪われてるかもしんない。 エンド2。黒いバラとともに。ということでね、せっかくなので、エンド1、見ていきましょうが。<laughs> はい、ここで祈りは、この表情になっています。なんだか、この先には行きたくない。これ以上、何も思い出したくない。 と言っていますけども、進まなければいけません。行きましょう。真実を知る時が来ましたね。誰かが言った。あ、すいません。トリコみたいになりましたね。神父様は足を滑らせて井戸に落ちたのだ。神聖なる教会に資格資格を招き入れた罰なのだと。 けれど私は知っている。最後まで四角四角を守ろうとした神父様は村の男たちによって井戸に突き落とされたことをやっぱりな。やっぱりな。やっぱ怖えの、村の奴らだわ。神父様とこの女の子は違うところに住ん、住んじゃえって俺は言いたかったな。バラを抱えて教会に戻った。 私の目の前で、叩きつけられて、殴られて、何度も何度も繰り返される苦痛。椅子に縛りつけられ、目の前につけつけられたのは、一枚の紙とペン。おい、まさか衣装かけってか。はここに名前を書けば、苦痛は終わると。 村の人は言った。文字がまともに読めない私は何とか必死に自分の名前を書いた。もう騙されてるじゃん。悪い大人たちに騙されてる。利用された。あげく。やられたってことが。祈り。と。あ、祈りがもう喋らなくなった。何も喋らなくなった祈り。 うちらに用はない。え、どこに用があるのあ、来た。足元から舐めるように這い上がる炎。最後は誰も助けに来てくれることはなかった。 いつも読んでいたあの物語。ああ、王子様ね。来てくれなかったってことか。周りと少しだけ違った姿をしていた、やりぼっちの少女。いつか救われるその日を夢見て、正しい行いを続けてきたけれど、最後まで救われなかったその少女は、どうなってしまったのだっけ。そういえば、 神父様に任されたバラ、まだ準備できていないわ。全部平なになってる。まだ、間に合うかしら。こんな状況になってもまだなお、村の人たちに喜んでもらうためですもの。誰も見たことのないような、綺麗な、綺麗なバラを準備しなければ、 い,いえ、神父さはもういない。村の人が井戸に突き落としたのだもの。ああ、いつも摘み取られるのは私ばかり。どうしてどうしてああ、そうだわ。今度は私が摘み取ればいいのだわ。 きっと神父様も喜んでくださるわ。ああ、どうして忘れていたのかしら。私はもうずっと昔に、村の人たちに火あぶりにされて死んだのだわ。あの日、 みんな積み取ったと思っていたけれどまだまだ足りないのだわまずい <laughs> まずい方向に目覚めてしまったもっともっときれいな命をたくさん積まなくちゃえち あの門から出たってことああ。なるほどね。え、じゃあ今のあの祈りはどういう状態なんだ火破りにされたんでしょ生きて、生きてるのかな今も。で、王子様が来てくれるのを夢見て、 毎日、いい行い、これをすればいいんじゃないきっと来てくれるんじゃないかなって、夢見てね、いい行いしてき続けたけど、なんかみんな、村のみんなからね、なんかよくわかんない。濡れ犬着せられてね、神父様もなんか、井戸に落とされて。えあこれ、神父様これ ああ、神父様。やっぱりここにいたんですね。んああ、すまないね。郵便会はい。神父様宛てに。君がこれが何か知ってるかい昔、この村でたくさん人が亡くなった時に建てられた。 慰霊碑ですよね。この墓地ももともと綺麗な庭園だったとか、ああ、その昔病や事故が続いた時に村の人たちは不安に駆られ、何の罪もない少女を魔女と決めつけ、殺めた。その少女の恨みなのか、 この日を境に子供から老人まで次々と命を落としていった。この少女は本当に魔女になってしまったんですかどうだろうね。今となっては誰にもわからない。ただ、少女は自分の死に気づいていないのだろう。当時の神父に言いつけられた、バラを積む仕事を今も続けているようでね。 こうして、庭園の外に出ていかないよう、歴代の神父たちは、見回るのがしきたりとなっているんだ。いや、もう出て行ってしまったような気がします。そういえば、君はどこから庭園に正面の門は鍵をかけていたはずだが、なんかこの、この子おかしいけどね。鍵正面の門なら開いていましたよ。 そんな、まさか。次は何色のバラを、摘み取ろうかしら。エンドワン、祈りのバラ。ああ変わってる 若干変わってるる気がするこの俺でも女の子のあの髪の毛ちょっと切ったぐらいのちょっとした変化も読み取れない私でもわかる変化してるえ私もねあの綺、ー、麗なバラを摘みに行くことはできないのであのー、ずんだ餅を食べに行きますうーんなんかうまいこと言おうと思ったけど無理でした